冷蔵庫が壊れたんですよね。あの連休の始まる前でした。事前の前触れみたいのは全然なくて、突然壊れたんです。そいつが壊れた朝ですが、その朝私はくつろいでいました。無印のソファーで。ご存知でしょうか、無印のソファー。ソファーといってもいわゆる形のかっちり固定してるソファーじゃない、巨大なクッションみたいな、中がビーズが詰まってて、形状がそこに身を沈めると沈めた体の重みでいい具合に変化して体を包んでくれるような、支えてくれるような具合に変化するソファーで、私はその時はそのソファーで雑誌を読んでいましたが、その雑誌というのは健康雑誌でして、というのも健康の世界は常に、社会情勢もそうですが、そして金融の世界の日々の株式市況なんかもそうですね、情報が刻一刻アップデートが目まぐるしい、昨日まで良いとされていたサプリメントがちょっと目を離した隙に、そんなサプリ摂取してるなんて何の効き目もないどころか、むしろ内臓に負担かけてるだけのほとんど自殺行為ですよみたいに、評価がひっくり返るということも決して珍しくない世界なので、動向は日々追っかけていないといけませんから。その時突然バーンっていう風船の割れた時のような、いやそれよりももっと物騒な、ちょっとした爆発のような変な音が家の中のどこかからしました。続けてその同じところからカラカラカラという音が聞こえてきました。そしてその音はずっと続いた。カラカラカラー。私にはその音がその時回していた冷蔵庫からの音だというのが分かってきた。ソファーから立ち上がり脱衣所へ、冷蔵庫を見に行きました。冷蔵庫じゃない、洗濯機です。冷蔵庫冷蔵庫とここまで言っていたのは洗濯機です。うちの冷蔵庫おかげさまで元気です。壊れたのは洗濯機の方です。うちの洗濯機ドラム式で、ドラム式の洗濯機というのは、私はこれその洗濯機が壊れてみるまで知らなかったんだけれども、洗濯槽の中の後ろの壁の部分にフィルターがはめ込まれているんですよ。プラスチックの薄い円盤状のバックフィルターとそれは言うらしいんですけれども、というのは業者の人が後日それをそう呼んでたのでね。それでさっきのバーンっていうのはそのバックフィルターが外れた時の音だった。カラカラカラーという音は外れたバックフィルターが回ってる洗濯槽の中で
洗濯物と一緒に回ってる音だった。稼働を停止して扉を開けると、その時点の洗濯はまだすすぎ段階で、洗濯物はびしょびしょでした。私は外れて中でカラカラ言っていたフィルターをはめて元の状態に戻そうとしたんです。ところが私のはめ落とし方が間違ってるからか何なのか、カチッとはまらない。しかるべきところになんとなく収まっているは収まっているという状態にまでしか持っていけない。でも一応はまっているとは言えることは言えるので、とりあえずこれでいいかということで扉を閉めて洗濯を再開して、私はソファーに戻って雑誌を手に身を沈めていたんだけれども、ものの数分も経たないうちにバーンとまた音がして、続けてカラカラカラーと音がして、結局フィルターはまた外れてしまいました。